ことだな。もちろんだ。ん？私が指導の誘いを断るわけがない。指導とのデートはどこに行っても楽しいからな。それで今日はどこへ行くのだ？また商店街でうまいものか？私は指導と一緒ならどこでもいいぞ。ん？おお、切り身ではない魚がたくさん泳いでいたところか。あの日はなんというか、すごく寂しかったのだ。謝らなくてもいい。お腹の具合が悪かったのだろう。うん、私も指導と行きたいぞ。指導。そうではない。今日の水族館はそのどこにも行ったりしないのだな。そうか、ならばよいのだ。うむ。何をキョロキョロしているのだ、シド。探し物か？おう、そうか。こう人が多くてははぐれてしまいかねんからな。こうしていれば大丈夫だろ。そんなにまじまじと見てどうかしたのか？うむ、楽しみだ。それは、好きな者同士がずっと一緒にいることを誓って暮らすことであろう。わかりました。はい、どうぞ。美味しいですか？ね、これでいいでしょ。
それじゃあ改めて2人ともご挨拶してください。はい、いきますよ。確かにそうだな。はいはい、2人とも滑り台はやる気あるんですね。じゃあお姉さん、ここは気前よくご飯もたくさんあげちゃう。お、滑り台はできるのか。私もおしどり夫婦というやつになれるのだろうか。私はこの先もずっとシドウと一緒にいたい。皆さん、お待たせしました。続きまして、ドルフィンスプラッシュショーのお時間です。また始まったぞ、シドウ。さあ、まずは皆さんにご挨拶してください。おお、すごいな、シドウ。イルカは人の言葉がわかるのか。なるほど、そうなのか。それにしても大したものだな。はい、上手にできましたね。今日は皆さんに会えてとても機嫌がいいようです。たくさんの拍手ありがとうございます。それでは拍手のお礼に、早速ですがちょっとサービスタイム。皆さん、ちゃんとカッパは買いましたか？シド、カッパとはなんだ？まあ、そうか。私たちは身につけてないが、大丈夫なのか？それでは、一発目のご挨拶です。これは面白いな、シドウ。あっという間に濡れネズミ
油断ならぬものだな。確かにザッパーンとやられるのは面白いな。早く次のザッパーンが来ないか楽しみになってくるな。どういう意味だ？こら、シド、笑うな。私だって好きで濡れたわけでは。これから先、トウカちゃんを大切にするって、何があっても話さないって約束して、来たのではないのか。そうか、なら良いのだが。私はその大食いだぞ。私はまだまだ知らないことばかりで、迷惑もたくさんかける。それでもか。しかし私は普通の人間ではないのだぞ。暴走だってするかもしれない。それでも私はずっとシドウのそばにいるぞ。私とシドウはさっきのペンギンと同じ、そうだ、おしどり夫婦になるのだ。
任せろシド、私は剣の取り扱いなら一級品だぞ。うん。嬉しいな、シド。嬉しいな、シド。シド？呼んでみただけだ。なんだ、シド？そうか、なら、シド？しているぞ。私と指導はずっと一緒だ。離れろと言われても離れてはやらんからな。